マサト久しぶり。5年ぶり。ああ今日どうした。まあ買い物に。で何がいるの。9ミリの10連発使い方わかるか。うん。スライド引くとき手の甲挟むから気をつけろよ。時計で足りる。弾もつけとく。てかお前これで何すんの。なんでお前なんか知ってんの。もしもし。ラジワー君。大竹さん、お疲れ様です。集金なんだけど今月低くない。 すいません今月はちょっと苦しいので。はい。野島君さ、売人やってた上野君知ってる？そうですね。彼も集金の時何ヶ月か結果悪くてね、今檻の中だけど野島君も頑張んないと。最悪15年は檻の中だよ。やっぱりな。え？俺の車は下にあるよ。てかお前やめとけよ。なんで関係ねえじゃん。俺を巻き込むんじゃねえぞ。車見てくるわ。この人の知り合い？拳銃返してもらっていい？あんたのなの？勝手に使ってごめん。返してくれる？片すの手伝ってくれたら返す。分かった。
この人と知り合い？仕事でなんだか。同業？とりあえず車出そう。なんで野島を？あんたギャンブルする人？しないけど。私もよく知らないけど、この人の死因はそれ。あんた拳銃使って何する気だったの？まあ何でもいいけど。あんた名前は？上野。下は？マサト。よかった、リストにない。そっちは？ミサトって覚えといて。どこ行くの？後ろの人を車ごと処分できるとこ。なんでこういう殺し？殺す気ないのに一人殺したのが最初。そっからこの仕事に。やめられないの？殺人犯雇ってくれるとこがあればね。なるほど。これから誰かやるの？そっか。じゃあ私みたいにならないようにね。あんたみたいに抜けられなくなるからさ。ねえ、お腹減らない？上野正人さんですか？はい。そちらは彼女さん？いえ。久しぶりじゃない？どう久々の外は。出てきたって聞いたからさ。はい。お前大竹って覚えてるか？近頃姿を見せなくってね。支払いが滞ってんだよ。わかるでしょ？そうなんすか。こういうツケは誰かが払わないとさ。警察っていうのは悪いことしたやつをとっ捕まえないといけないから。 ね今はいろいろ証拠とかで有罪無罪を決めるだろう。お前ん時みたいにさ。まあまた俺の中入れらんないように頑張りな。俺ら見てるからさ。ちょっといいっすか？そう。それは本当なんだな？はい、本当っす。
あいつがね、ここだけの話、俺のことはめたの大竹さんだったんすか。しバカ、声がでかいよ。あいつがお前の証拠を出して身代わりにしたんだよ。そうだったんすか。で、お前の情報確かなんだな。はい、わかった。何の話してたの。別に。何考えてんの。この状況でやりに行きなの。挨拶するだけだって。札に見られてんの。関係ないよ。マジで何言ってんの。マジで挨拶するだけだって。騙したら殺すからね。どこまで行くの。もうちょい。場所分かって言ってんの。そこ。ここ。マンション。拳銃返してもらっていい。なんで。後ろの死体なんとかしたいんでしょ。それと銃の何の関係があんの。それも一緒に処分できるよ。マジで何すんの。挨拶するだけ。すいません。出てきたんだ。はい、おかげさまで。中入って。失礼します。そちらは。彼女です。本当。はじめまして。どうも。外はいいでしょう。はい。 あのすいません、お手洗いをお借りしてもいいですか。ああ、キッチンの奥だから。ありがとうございます。良さそうな子じゃない。ありがとうございます。で、今日はどんな用。ご挨拶に。脅かしただけですよ。シャレにならんよ。すいません。どうしたの。別に大丈夫。すいませんでした。失礼します。
すいません、バッグを忘れてしまって。あ、そう。あ、すいません。すいません、お邪魔しました。知り合いに挨拶しただけです。車の中見せてもらっていいかな。先急いでるんで。どこ行くの。まあちょっとだけ見せてよ。いや本当急いでるんで。なんか見られたらヤバいもんでもあんの。そういうのはないっす。じゃあいいじゃない。開けて。大竹博則さんですか。はい、何でしょう。野島健太殺害の容疑で逮捕します。ちょっと待ってください。何の話ですか。そちらのお宅の家宅捜索及び車両の捜索令状が出てるんですよ。言っときますけど何も出ませんよ。おっと、こりゃ銃刀法違反だよ。いや、モデルガンでしょ。ゴミ箱に本物の銃弾が捨ててあるのはどういうわけです。おお、こりゃ決定的。決まりだね。
あんた何者なの？元掃除屋で元売人。売人はバイトだけど。ねえ、よかったらさ、私と一緒に仕事しない？無職なんでしょ？フリーつえよ。